ジッペローナ、ローマ時代の遺跡や歴史にあふれ、花咲き乱れる美しいパラダイス、だがその影には地獄が潜む。カプレス、モンタギュ、二つの一族が何代にもわたり争い続ける。壊れようが愛しめようが、愛する代わりに憎しみが満ちる。傷つけ血を流し、時に命を落とす。誰が禁じても決して終わらない。壊れようが我が町でようが、人の血の中に僕が流れてる。憎しみという名の消えない毒が流れる。美しい娘や若者たちでさえ。ワペローナ、モンタギューのリーダーベンボリオとマーキュッシュ、持て余すエネルギーを喧嘩に使う。たとえ軍隊が止めに入ったとしても、俺たちは戦いをやめはしない。キャピレットのリーダーティボルト、いつ切れるとも知れない危ない男。法律なんて気にしない、俺には見逃した。俺の強い味方、それはこのナイフ。この街生まれて育った俺たち、戦いは宿命、生きてる限り。壊れろな、死ねろな、誰か時には憎む敵がいる。生まれる前から終わることがない。争いの渦に巻き込まれている。壊れろな、我が町でろな、敵がいる。許し合いしなう時などとなりさ、永遠に憎み争う定め。何事だキャピレット、やっと来たか。一族の者をいさめるのだ。はあ、敵を前にしてこの地が騒ぎ出す。御嶽を抑えぞ、同族の者を退散させよ。しかし敵に背を向けるなどもってのほかだ。